第4クォーターの開始。リードエフォードエルズの攻撃、ファーストダウン、ファーストダウン更新まで残り20秒。これより第4クォーターに移ります。リードエフォードエルズ自陣14ヤードからファーストダウン20で試合再開です。密集点にランプレーを投入しました。しかしこれは、サイドワインダーズのディフェンス陣奮闘しておりまして、ゲインなくセカンドダウンに変わります。ここは22番山下の突破力にかけたというところですが、しかしこれは立ちはだかります。サイドワインダーズセカンドダウンに変わります。リードエフォードエルズセカンドダウン20。さあ選手を中央に固めました。そこからブロッカー固めまして、右オープンパワープレーを展開しようとしましたが、この力の勝負サイドワンダーズ対応しまして、ノーゲインサーダンに変わります。サイドワンダーズ0番高木和樹選手がタックル。キャリアは4番の信弘、そして袖を仕留めたはサイドワインダーズ0番の高下です。リードフォードエールズサーダントリパス成功。ここで中央を切れ込んだワイドレシーバー5番にパスを投じまして、5番一気に前進、しかし攻撃権更新わずかに届いておりません。フォースダウンに変わります。ここはギリギリを駆け切り出したサイドワインダーズ、見事にタックルしまして攻撃権更新は今阻止しております。フォースダウン残り1ヤード。さあエールズどのようにここはこのワンプレーを行使するでしょうか。パドルを組んでおります。プレーします。フォースダウンギャンブル、1ヤード突破、このワンプレーにかけます。ここでホイッスル。ここでエールズ後半1回目のタイムアウトを取ります。リードエフォードエールズ後半1回目のタイムアウト。ある意味今日をつく形でこのフォースダウンギャンブル敢行しようとしたと思われますが、しかしサイドワインダーズ備えていると判断しまして、ここでタイムアウト一旦間を置きます。この配信は X2、X3 ウエスト全チームによります共同企画によって実現しております。さあエルズこのフォースダウン1プレーします。ギャンブルいきます。フォースダウンギャンブル、さあ中央行った方は判定どうか。ノーゲイン、フォースダウン失敗、攻守交代です。テイクオーバーで攻撃権サイドワインダーズに変わります。自らボールを持ち込みましたが、ここはファーストダウン更新ならず攻守交代。まさに力と力のパワー勝負に来ました。最終キャリア21番に託しましたが、このギリギリの攻防最終サイドワインダーズ防ぎまして、攻撃権上手を返す形に成功しております。さあこの結果サイドワインダーズ相手陣34ヤードからのファーストダウン10。
ス不成功、凄まじいプレッシャーでした。クォーターバックがパスを投じようと構えましたその瞬間のところ、ウェールズ凄まじい勢いで5番が殺到。これはなんとかかわしまして、パスを投げ捨てる形で回避いたしました。素晴らしい攻防戦でした。ダウン1つ変わりましてセカンドダウンに変わります。ブレイクシステムを変わらずサイドワインダーズセカンドダウン、ファーストダウン更新まで残り10ヤード、サイドワインダーズセカンドダウン10。パス不成功、クォーターバックプレッシャーの中ステップワーク切りまして中央を走り込んだレシーバーにパスを投じました。しかし若干パスが強かったか不成功となりまして、サードダウンに変わります。コントロールができないほどのプレッシャーをエールズが与えている結果でもあります。しかしこれをかいくぐり現在攻撃展開しようとしていますサイドラインナーズ。サードダウン10、どのようなプレーを行使するでしょうか。相手陣34ヤードからサイドワインダーズサードダウン10。パス不成功、ここで浮かしたパスをエンドゾーンにめがけて投げました。ディフェンスとの駆け引きで1対1の勝負に持ち込まんというところですが、しかしディフェンス構えておりましてパス不成功、フォースダウンに変わります。サイドラインダーズフォースダウン10。フォーメーション組んでいます。フォースダウンギャンブル。ここでクォーターバックスクランブルを選択しました。カバーよしと判断し、なんとかその総力で打開を図ろうとしましたが、しかしこれをエールズ許しません。4回目の攻撃失敗となりまして、攻撃テイクオーバー、攻守変わり、リードへ戻れずに攻撃変わります。さあ攻撃権を取り返したエールズ、自陣33ヤードからのファーストダウン10。パスが通っているが、しかしイエローフラッグが投じられています。クォーターバック4番のグヒロ、プレッシャーを浴びながら右に迂回し、ワイドレシーバー17番にパスを通しました。しかしここでイエローフラッグ投じられています。果たしてどちらのチームの反則だったでしょうか。オフェンスの反則です。ホールディング、相手選手を掴んでおりました。10ヤードのバッタイを受けまして、ファーストダウンやり直しという形になります。見事なプレーでしたが、先ほどのプレーは無効となりました。リードインフォートエルズファーストダウン20。パス不成功、ここでロングパス、一気にこの状況を打開するタッチアップを狙うかのロングパスを投じました。ターゲット17番ですが、しかしこのパスコントロール乱れ不成功となっております。セカンドダウンに変わります。エールズ
セカンドアンドトゥエニー。パス不成功。クォーターバック4番、素晴らしいフットワークで左に流れ、そこからロングパスを投じました。しかしこれは外へ出ており、パス不成功となっています。サードダウンに変わります。サードダウンの攻撃。リードフォートエイズズサードダウントゥエニー。24ヤード地点よりリードフォートエールズサードダウン。そしてここでドロープレーで状況打開を図ります。キャリア21番密集点に突入しましたが、しかし攻撃権更新には至っておりません。フォースダウンに変わります。2ヤードのゲイン。ヘルズフォースダウン、フォースダウン17、パントフォーメーションを取ります。サイドラインドズ、これをキャッチしまして自陣46ヤード付近確保し、この位置からの攻撃に変えます。フォーシュ変わりましてテイクオーバー。サイドラインドズに攻撃権変わります。14番新谷太郎選手がリターン。コースコ大臣サイドラインドズの攻撃。サイドラインドズ自陣46ヤード地点よりファーストダウン点。サイドワインダーズ自陣46ヤードからファーストダウン点。奥に走り込んだワイドレシーバー5番にパス。5番これを見事にキャッチし、さらに走り込んで一気にゴール前に迫る見事なビッグプレー。サイドアンダーズファスター。見事なパスキャッチを見せましたのはサイドアンダーズ5番の内藤です。龍谷大学出身。小井さんメッセージありがとうございます。エールズファイト、現在エールズ主戦に回っております。反撃を期待してください。サイドラインダーズ相手陣18ヤードからファーストダウン点。中央へのプレー。ここでドローのようにタイミングを遅らせたランプレーを中央に投じました。キャリア18番無修点に突入し、約3ヤードのゲインを果たしています。兵庫県立大学出身。9番梅本達也選手。サイドワインダーズセカンドダウンス。ファーストダウンまで残り7ヤード。さあプレー乱れましたが、審判団の判定を待ちましょう。先ほどのプレーパス不成功の判定の模様です。
従いましてサイドワインダーズサードアンドセブン、パス成功。さあ判定どうか。わずかに届いていないか。フォースアンに変わる模様です。サイドワインダーズパス成功しまで残り1ヤード。フォースアン、タフなキャッチを、しかし12番見事決めております。ターダです。さあこの1ヤードの攻防注目です。フォースアン残り1ヤード、ギャンブル。さあ判定どうか。エンドゾーンは届いていない。しかし攻撃転向になりました。ファーサー、ここでサイドワインダーズ1番にボールを託しました。クォーターバックスが連れていく見事パワープレーで、これに応え1番見事攻撃転向です。サイドワインダーズファーサー、ここは1番中田素晴らしいランで攻撃を継続しました。この結果相手陣1ヤードからファーストアンドゴールに入ります。サイドワインダーズファーストアンドゴール。さあ9ビットがどうだ。ギリギリで止まっております。ギリギリで止まっております。セカンドアウトに変わります。サイドワインダーズの攻撃、11番クォーターバック、ディフェンスが奪ったかに見えましたがホイッスルが先でした。プレーは終了です。ランプレーが阻止された格好になっています。タックルゲインはノーゲイン。サイドワインダーズセカンドダウン。サイドワインダーズセカンドダウン、2ゴール、残り1ヤード。これはナイスディフェンス。パワープレーをさらに敢行しました。しかしエールズ押し返します。サーナンに変わります。1番中田圭司選手のランプレー、これはリードイフォードエールズ59番、見事対応したのはリードイフォードエールズ59番の羽田、龍谷大学出身です。サイドワインダーズサードダウン、エンドゾーンまで残り3ヤード。サイドワインダーズサードアンドゴール。これも止めた。三度の中央ダンペ、しかしこのパワープレー勝負、またしてもエルズ食い止め、オースアンに変えます。これをリードフォードエルズ9番ディフェンスライン梅本達也選手が、ここでホイッスルです。1ヤードのロス。サイドワインダーズフォースターエンドゾーンまで残り4ヤード。ここで負傷者が発生したためレフリータイムアウト入ります。レフリータイムアウト、負傷者によるタイムアウト。小芋さんのメッセージありがとうございます。リチャさん配信ありがとうございます。のメッセージ非常に嬉しく思います。いろいろ試みている関係がありまして、若干映像の乱れが今都道に発生していると思いますが、なるだけできる限り、正確にお伝えしたいと、現在配慮をさせていただいております。かなう限りこの試合もご視聴くださいますことをお願い申し上げます。さあサイドワインダーズフォースダウン2ゴール、残り4ヤードですがフォーメーション変えました。フィールドゴールトライ、キックによる同点を狙います。ここでホイッスル。ここでエールズ後半2回目のタイムアウトを使いました。
キッカーの集中力をそぐタイムアウトを取りました。さあこのタイムアウト果たして吉と出るでしょうか。フォースアンドゴール残り4ヤード。さあ試合再開です。フォースアンドゴールフィードゴールトライ。キック成功、フィードゴール成功により3点獲得となりました。これによりサイドワインダーズ10点、リードフォートエールズ10点、同点となりました。リードフォートエールズ10点、サイドワインダーズ10点、同点です。非常に厳しいプレッシャーの中、キッカー見事にこれを決めまして同点にサイドワインダーズ追いつきました。さあ試合時間残り2分21秒の段階でこの試合振り出しに戻りました。この試合を決するのは果たしてどちらのチームとなるでしょうか。サイドワインダーズのキックオフで試合再開です。21番リターンに入ります。中央切れ替わりまして自陣27ヤード付近を確保しましたが、ここでイエローフラッグが投じられております。21番東浦選手20ヤードのリターン。ただいま反則が発生しております。リターンチームの反則です。ブラインドサイドブロック、不正な背後からのブロックです。ボールを持っている選手チームはボールを持っていない相手の選手を背後にからヒットしてはいけません。10ヤード抜体、正確には10ヤードですが、しかし残り距離の半分という形で成功されます。下がりますが、しかしリードエフォートエールズの攻撃という形で次のプレーは始まります。リードエフォートエールズ自陣15ヤード地点よりファーストダウン。リードエフォートエールズ自陣15ヤード付近からのファーストダウン点。左サイドなんて、しかしここでイエローフラッグ、反則が発生しています。ここで34番の八木にボールを託しまして左オープン展開を図りましたが、イエローフラッグ投じられました。さあどちらのチームの反則だったでしょうか。ディフェンスの反則です。膝から下へのヒットです。
ビロウザウエストという反則です。相手選手の膝から下に向かって、意図的に足を狙いに行くヒットを、結果的にサイドラインの図を行ってしまいました。この行為は非常に危険な行為として見なされまして、15ヤードのペナルティが取られています。従いまして、エールズは15ヤード前進し、ファーストダウンやり直しという形になります。リードフォートエールズ、自陣37ヤードからのファーストダウン、ここでホイッスル。ここで2ミッツウォーニングに入ります。さあここでは非常に緊迫した状況、2ミッツウォーニングをどちらが取るか非常に重要でしたが、リードフォートエルズが結果的に取りました。残り時間が少ない状況ですと、このレフリータイムアウトが取れる権利を得られるかどうかは非常に重要ですが、ここはエールズが取った格好になっています。さあこの勝負残り2分の戦いになります。得点そして時間をいかに使うかも駆け引きの中に入ってくる2ミッツの攻防になります。これを制するのは果たしてどちらのチームとなるでしょうか。攻撃権は現在リードエフォートにあります。リードエフォートエルズ自陣37ヤードからファーストダウン10。さあここで右オープンへのプレーを展開します。しかしこれは、サイドワインダーズもディフェンス踏ん張りまして、このランを阻止しております。そして中で倒れたため時計は回ります。セカンドダウン8。2ヤードのゲイリーフォートです。セカンドダウン。クォーターバック、ここで左オープンへランプレーを展開しました。プレッシャーを感じる状況、それを迂回するようにパスを投げると見せかけ、左オープンにランプレーを展開しました。この判断効果的で約5ヤードのゲインとなっています。また外へ出ましたので、ここで時計が一旦止まっております。ファーストダウン更新まで残り2ヤード。クォーターバック4番信弘、ここは頭脳的に時計を止める前進を果たす形に成功しています。エールズ3ダウン2。試合時間残り1分28秒。ナイスディフェンス、パス不成功。これは鮮やかなディフェンスを見せました。中央に出込んだレシーバーにパスを投じ、攻撃権更新を図りました。エルズしかしそのキャッチをするや否や見事なヒットでこのパスを阻止しました。素晴らしいディフェンスでエルズのこのパス攻撃封じ、フォースに変えます。さあフォースダウン2、エルズ突破なるでしょうか。ハンドフォーメーションを取りました。ここでホイッスル。エールズここで制限時間内でプレーできないと判断しタイムアウトを使いました。結果的にエールズこれでこの試合全てのタイムアウトを行使した形になります。さあこれが果たして吉と出るでしょうか、京都出るでしょうか。残り時間は1分23秒あります。この結果時間を止める権利はサイドワインダーズのみが所有する形になりました。
さあその意味でもこのパントシチュエーションは重要です。フォースダウン2の状況、ヘイルズはパントフォーメーションを引いています。外へ蹴り出す格好でサイドワインダーズ陣28ヤード付近でそのボール外へ出て攻守交代になります。攻撃権変わりましてサイドワインダーズに攻撃権移ります。試合時間は残り1分16秒となっています。さあボールの位置は自陣30ヤードに改まっております。この位置からのサイドラインナーズの攻撃になります。エンドゾーンまでは70ヤードのドライブを果たして完結できるでしょうか。サイドラインナーズファーストアンテン、パス成功、ファーストまず最初のプレー見事決まりました。右に展開していくレシーバー8番でしょうか、これにパスを通しまして見事にパスキャッチし攻撃権更新です。パスを取ってすぐに外へ出たため時計は止まっております。試合時間残り1分11秒、サイドライナーズ自陣42ヤードからのファーストアンテン、ファースト、このパスも通りました。今度は中央切れ込んだレシーバーにパスが通りまして攻撃権更新になっております。サイドワインダーズファースト、ここでホイッスル。11番井戸勝孝選手から8番ライドレシーバー竹原翔太郎選手へのパスが成功、これによりここでサイドワインダーズがタイムアウトを取ります。後半2回目です。サイドワインダーズ20ヤードのゲイン、サイドラインダーズの攻撃、敵陣38ヤード地点よりファーストダウン。さあ試合時間残り61秒の攻防に入ります。サイドラインダーズ相手陣39ヤードに攻めがありました。さあサイドワインダーズには残り1回のタイムアウトがあります。試合時間残り1分1秒、サイドワインダーズファーストアンテン、パス通っている、ワイドレシーバー14番このパスを取りまして外へ出まして時計を止めます。ゲインは8ヤード。取りましたが14番の新谷です。神戸学院大学出身。ボールオン相手陣31ヤード、サイドワインダーズセカンドダウン2、試合時間残り54秒。インターセプト、ターンオーバー、ここでエンドゾーン行った、タッチアウトのロングパスを投じました。相手の裏を掴んと一気に勝負に行きましたが、そのパスを取ったのはエールズ0番、インターセプトにより攻守交代です。攻撃権変わりましてリードエフォートで随攻撃に移ります。インターセプトしましたがリードエフォートエールズ0番ディフェンスバック岸田光輝選手、どこかで勝負するというタイミング、ここで行きました。
ディフェンスの1対1の勝負、しかしこれはディフェンス勝ちまして攻撃権をエールズ奪い取る形に成功しています。見事インターセプトしましたのはリードデフォートエールズ0番の岸田でした。龍谷大学出身のルーキーです。さあ攻撃権取り返したエールズ、自陣20ヤードからの攻撃、ファーストダウン10。さあランプレー入った、キャリア22番21番、中央突破しまして約8ヤードのゲイン、しかし時計回ります。エールズにタイムアウト残っておりません。プレー継続です。時計回っております。クロックライブ、クロックライブ、セカンド。パス不成功。ここで右に展開していた87番にパスを投じましたがコミュニケーションミスです。パス不成功となっています。時計止まりまして試合時間残り21秒となっています。エールズは時計を止める手段はキャリアが外へ出るかパスを投げ捨てるかいずれかしかありません。エールズサダン2、中央へのランプレー、攻撃権更新、ファースト。キャリア34番が中央突破しまして攻撃権更新です。チェーンが動きセットされた段階で時計回ります。ファースト更新、さあクロックライブ、クロックライブ、ここで試合時間がなくなりました。試合終了です。ここで試合終了です。試合終了になりまして、リードデフォートエールズ10点、サイドワインダーズ10点、双方同点による引き分けとなりました。激戦を戦い抜いた両選手に今一度大きな拍手を送ります。双方素晴らしい戦いを演じました。ナイスファイトでした。サイドワインダーズ、昨年敗戦したその悔しさが募った戦いであったというふうに聞いておりました。その思いが伝わる見事な戦いでした。昨年負けましたチームにここまで食い続く素晴らしい戦い、チームの仕上げを感じる素晴らしい一戦でした。ナイスファイトでした。一気躍進図らんとするエールズ、惜しい引き分けになりましたが、しかしまだ全勝続いております。本日はご声援ありがとうございました。サイドワインダーズ、古豪のその名を維新図らんとする素晴らしい戦い、見事でした。双方とも素晴らしい戦いを演じていただきました。過去は陸上、競技場での一戦となりました。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快足を武器にした少年が主人公でした。その戦友は別の競技を愛しながらそこでは評価されず、失意の果てにこの競技にかける選択をしたものでした。導いたのは心優しい教官と目的のために犯罪すら厭わぬ悪漢という2人の先輩でした。それを案じた主人公の姉が彼らの理解者でした。この者たちの奮闘ぶりにかつてはいじめた者たちが彼らの会に入って助けとなり、影のため一度は離れた仲間が戻り、脇を固め並みいる強豪たちに挑み倒していく、
そんな夢のようなおとぎ話がありました。今ここにその世界があります。かつてもてはやされたあのおとぎ話の世界がここにあります。ここはいわゆるトップ層ではありません。しかしそれゆえ劇的に世界が動き変わります。それは高校大学で名を轟かせたスタープレイヤーが持たせてくるのかもしれません。あるいは本場アメリカで研鑽を積んだ強者が突きつけるのかもしれません。あるいは地方にあってこの競技に挑み、その力量を世に問わんとするものかもしれません。あるいは他の競技に打ち込み、行き着いた果てに次の舞台として挑んでくるものかもしれません。あるいはとにかくあの競技に憧れ、あの物語に登場人物になりたいと勇気を出すものかもしれません。あるいはあなたかもしれません。そんな何かが集い現れ、今を紡いでいる歴史物語を、かつて私も憧れながらついに挑み尽くすに至れなかったこの世界の物語を、私はこれからも愛し応援していきたいと思います。さあ、この試合はその物語の果たして何ページに記述される物語だったでしょうか。その物語の続きを楽しみとしつつ、この配信は一旦ここで終わらせていただきます。皆様、長時間にわたるご視聴ご観戦ありがとうございました。本日の配信は NFA 日本社会人アメリカンフットボール協会の許可のもと、 X2XE ウエスト全チームの共同企画に基づきまして実施させていただきました。皆さん、ご視聴ありがとうございました。またお会いいたしましょう。それでは失礼いたします。